れる眠りたくない気分の夜は物語を聞かせてくれる。とてもわがままな私に、とてもあの人は優しい。多分周りの誰よりもとてもあの人は優しい。芝居の舞台裏電話してるのは私だけ、あの人から来ることはない。けながら合わせてくれる。部屋を訪ねてもいいかしらと一度聞いてみるつもりです。きっとあの人はダメだとは言わないだろうと思います。純子さんたちの